はい、どうもこんにちは、時丸です。持たない男です。ホワイトボックスに今日もいらっしゃいませ。はい、今日はちょっとね、一つね、小話をしていきます。ラジオ感覚で聞いていただけると幸いです。テーマは、服はね、試着してから買おうっていう話です。はい、これもう当たり前のことだと思うんですけど、で、服好きの人とかって多分ね、みんな試着して買ってると思うんですよ、今でも。このネットがね、発達したこの世界においてもね、試着して買うっていうのは結構当たり前のことだと思うんですけど、まあ何せね、めんどくさがりの人とか、もう最近ネットで買えるからネットでとりあえず買って、で、試着してみて、で、ダメだった、で、それでもう一回返品してみたいな、感じのことを繰り返してる人いるんじゃないかなと思って。で、僕もですね、もうひたすらネットで買う派でしたね、最近は。ここ最近は特に。で、まあ、服を買うことがそもそも少ないっていうのもあるんですけど、やっぱり面倒だっていうね、その場所に行ってね、試着して、で、まあ、だいたい1日とか半日とか取られるわけじゃないですか、時間をね。だから、まあ、だいたいそういうふうにネットで買って、で、来てました。で、大体もう自分のその好きなものとか、ブランドとかが固まってくると、大体こうサイズ感って分かってくると思うんで、そうなった時って大体ね、うまくいくんですよ。なんとなく、まあ、このサイズだなっていう感じで、で、よくほら、サイトとかブランドによっては、こう着用モデルのサイズとか、で、あと、レビューとかね。それで、こう、170センチで M サイズを着ています、みたいな、レビューがあるときは、あ、じゃあ自分も M でいけるんだな、みたいな、そういう検討がつくんで、ある程度ね、ちゃんと計算したりすれば、うまくいくんですよ、ショッピングは。でも、最近失敗したことがあって、で、僕新しくね、まあ、ちょっとこの動画の前になるか後になるかわかんないんですけど、発表とか出るのか。新しく今まで使ってた靴をちょっとリプレイスしたんですけど、それでね、ちょっとね、モデルによって微妙にやっぱサイズ感が違っていて、で、今回交換するっていうことを行いました。行ってます。で、それで改めてね、で、店舗に行って、実際フィッティングしてみたら、もうね、すんなりとそれでこう、決まったんですよ。そういうとこがあって、やっぱり着てみた方がいいなっていうか、店舗でフィッティングした方が早いなってことに改めてね、思い当たったというか、だからちょっとここで共有しておきたいなと思いました。はい。で、ミニマリストの人たちって、まあ僕含めてですけど、その私服の制服化っていうのを行ってる方多いと思うんですよね。もう同じ固定のものをずっとひたすら着てるみたいな人たちがいると思います。で、かつその持ってるアイテム数が少ないので、余計にですね、その服をね、着る服がもう決まってるので、自分にフィットするものっていうか、サイジングがいいもの、お気に入りのものを選ぶっていうのが大事になってくると思うんですよ。だからこそ、そのなんていうかな、普通にたくさん服を持ってる人たちは、まあ、ある程度適当でもいいとは思うんですけど、少ないとね、余計にね、自分のサイズ感に忠実なものとかを選ぶ必要があると思います。なぜなら、数が少ないからもうそれをずっと着るからですね。ずっとそれ着てるわけだから、そこでサイズ選びを間違っちゃうと、で、そのまま間違ったものをずっと着続けることになるんですよ。それが半年か1年かはわかんないですよ。ただね、ある程度長い期間をね、着続けることになります。で、服をたくさん持ってる人っていうのは、あ、なんかこの服ちょっとサイズ感違ったなとか、自分の雰囲気じゃなかったなみたいになった時は、次の別のそのオルタナティブっていうか、他のものがあるので、そっちをこう気に入ってきますよね。で、あ、結局この買ったものって不要だったな、じゃあ処分しようみたいなことで気づけるんですけど、やっぱりね、同じ制服化をしていて持ち物が少ない人っていうのはずっと着続けることになるので、余計にそのサイジングが重要になってくるってことです。サイジングとフィッティングがね。はい。で、特にやっぱり
靴とかね、あとパンツとか、あのメンズで言えば、そういうものとかね、あとまあ一番外から見えるアウター類かな、はやっぱりあの特にそういうこうフィッティングとかサイジングに注意した方がいいと思っていて、だから最近はなんか店舗に行ってね、こう買った方がいいなっていう風な、そっち派になってきています僕もね。はい。で、何よりやっぱ早い、そっちの方が意外と早かったりするなと思って、で結局今あのよく返品できたりとか、あのお試し、サイズお試しで何回も送料無料で交換できますみたいなサービスとかプラットフォームあるんですけど、あるにしてもまず届くのにオンラインで買ってね、1日2日かかりますよね。でそこでフィッティングしてまたね1日2日かけて返して、でまた次のが来るのが1日2日みたいな、だからその1回の交換でものすごくその時間とね、であとこう発送する労力みたいなものがかかってくるんですよ。だからそれを考えると、なんか半日ぐらいフラットお店に行ってね、そこでパパってきて、でしかももう自分がもう好きなものっていうか気になったものを片っ端から試すみたいな、でそこに1時間2時間かけてもいいと思うんですよ。で片っ端試して、でそこでベストなものを仕入れて家に帰ってくるみたいな方が圧倒的に早いなっていうか、そっちの方がいいなっていうことにね、楽だなってことに気づき始めましたね。まあ多分ようやくかよみたいな、それも常識だよみたいなことを、常識でねやられてる方たくさんいると思うんですけど、やっぱりね自分はそのやっぱどうしてもネットの方が便利だったんで、バンバンねこうネットでとりあえず買ってそのまま着るみたいなことを、ここ数年はずっとやってたんですよね。だから改めてそういう風に、服はやっぱり実際に試着してから買った方がいいっていうことに気づいたっていうお話です。はい。今日は以上です。はい。またね、なんかそろそろ春めいてきたんで、まあ、自分の、今度春向けのワードローブ紹介みたいなこともちょっと近々やっていこうかなと思ってます。はい。なのでまた、チャンネル登録してお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。良い一日を。ありがとうございます。